OPEC 石油輸出国機構は1日の定時総会で2020年3月末まで減産を延長することで合意しました。減産量は従来の目標水準を維持します。世界経済の停滞による石油需要の低下が見込まれており、原油価格の下支えを狙います。